まず小沢口を訪ねてみよう。この山里に高原一刀流の開祖辺見田四郎源義俊の開いた道場が昔の姿をほとんどそのままに今も残されている。かやぶき屋根が瓦に、荒壁が白く塗り替えられてはいるが姿は昔そのままだ。234年の年月を経た今も稽古場は5軒に3軒の広さ10坪、四半席は6坪あり、刀掛けが備えられ、投げ師には相手が闘争に用いると想定される槍、棒、薙刀などの武具も用意されてある。月の名門と言われただけあって、柱の首の高さにくぼみがあって、その稽古の激しさを物語っていた。長男の吉清さんとの稽古。辺見忠治氏は昭和4年8月3日生まれ。70歳を超えてなお格尺として朝稽古は欠かさない。やっほー。高原一刀流は安永寛政年間から明治初年にかけて100年余りの間で全盛を極め、あまたの名剣手を生み、武州小沢口に高原一刀流ありと広く世間に知れ渡った。県政9代の辺見忠治さんは言う。剣を構えて心を澄まして、相手を見つめてその相手の心の隙を一瞬にして突くこと、瞬時にして相手の動きを捉えていく。気負いが表に現れてはいけない。朝稽古、寒稽古、そして普段の心の修養、絶え間のない努力、やがて剣とは真術なりの境地に到達することであろう。